こんにちはソフトバンクは自社のブランド間での乗り換えを簡素化すると発表しましたこれにより利用者は MNP 予約番号の発行や情報の登録などの手続きが不要になりますまずはソフトバンクのプレスリリースを紹介しますこちらの動画をご覧くださいこちらはソフトバンクのプレスリリースになります自社の携帯電話ブランド間の乗り換えを簡素化 ソフトバンク株式会社は2021年8月18日からソフトバンクと Y モバイル、l i ン e m o のブランド間の乗り換え時の事務手続きを簡素化するとともに自動的にシムロック解除の手続きを行います。これによりお客様に最適なブランドをより手軽に選択していただけるようになります。あと、こちらに注意事項がちょっと載ってますね。ソフトバンクまたは Y モバイルから l i ン e m o への乗り換え時における転入先への 請求先情報の引き継ぎは8月19日午前10時以降に対応予定ですとなっています。また、Y モバイルオンラインストアにおける l i m から Y モバイルへの乗り換え手続きの観測とソフトバンクから Y モバイルの eSIM または SIM スターターキットによる乗り換え手続きの観測及び s i m ク解除手続きの自動化については8月24日午後6時以降に対応予定ですとなっていますね。概要1ブランド化の乗り換え手続きの観測 ソフトバンクとワイモバイル、ラインモのブランドカーの乗り換え時にお客様による NMT 予約番号の発行手続が不要になります。また、契約者情報や請求先情報などを転入先へ引き継ぐことができるようになるため、お客様情報を再登録する必要がなくなります。2、ブランドカーの乗り換え時における s i m ク解除の手続きの自動化。ソフトバンクとワイモバイル、ラインモのブランドカーの乗り換え手続きをされた場合、自動的に s i m ク解除の手続きを行います。 乗り換え後もそれまで使用していた機種を簡単に使うことができるようになります。開始日は2021年8月18日ですね。ここにちょっと注意事項が載ってますね。えー、例えばですね、契約者名員が同一の場合に限りますとかですね、ネットワークの利用制限中やレンタル契約などの機種は対象外です。乗り換え前に使用されていた直近の機種のみですと書いてありますね。以上です。 いかがでしたでしょうか。今ソフトバンクを使っていて LINE もや Y モバイルに乗り換えたい人は結構いると思います。今までは移行の手続きのために MNP の予約番号を取ったり、スマホの SIM ロック解除を自分でしたり、新たに契約書を作るなど煩雑な手続きが必要でしたけど、今回の乗り換えの簡素化でソフトバンクの移行が楽になります。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。